みんなのゼロ円物件でしょいやこれね面白いですねあの YouTube で不動産を紹介するチャンネル今見てるんですけどもなんかその豪邸をねどんどん紹介するチャンネルというのもあるんですよえやん空き家やんみたいなねああいう番組ですけどもうやっぱりこうかつての豪邸が数億円した豪邸が3000万ですとかね1000万ですとか出てるわけですよ場合によっては500万ですみたいなね で、電気もすぐ通りますとかね、修理がちょっと必要ですみたいな、詳細なところを YouTube でやってくださるんで、リアリティがあるんですよね。どんなリアリティかっていうと、これ俺も買えるな、みたいな感じなんですよ。うん、で、なんか、田舎の方の豪邸が空いてるっていうんで、そこを買ってもいいなとか思って、ね、自分がそこを買うとしたらどういうふうに住もうかなと思うんですけども、まあ、2つの家に住むのっていうのは非常にね、難しいんで、 結局はそこですよ。金銭的な問題はなくても、肉体は一つということなんでね。まあ今の家でいいかってことになるんですけども、でもね、まだこの家を買う前に見ていたら、多分どこに住もうかな、どこに買おうかなって思ってたと思いますね。そういうのも込みで、やっぱりね、そういった不動産の YouTube チャンネルっていうのは今はね、 以前は全然見なかったと思いますけどもあのワンルーム5万円みたいなところばっかりを気にしたと思いますけども今はね全然一戸建てのかつての豪邸ってのはどうなのかなとかねかつての会社をやっていたようなこの建物がね今住まいになるようにリフォームしてますよとかっていうのがあってこれもいいなとかね中にはねあのヤクザの大幹部が住んでたような家が売りに出ていて相当当時は数億円しただろうけども今は。 空き家になっちゃってそんなにしないよとかね「あのアスく」みたいなね問い合わせしてくださいみたいなことになってたりとか、まあ、不動産はね年数つとどんどん安くなって基本的に高くなることはないですからね有名人が住んでるお宅ですら安くなってるみたいなねそうそうそれがね白金とかねあの田園調布とかの豪邸が今相続誰もしなないいみたいなんですよ、うん、だから空き家が増えるんじゃないかなって言われてます。 例えば10億円の豪邸があるけど身内の人がそれをね、相続しようと思ったらもう相続税でその家を売らないといけないみたいなことがあるんでもう相続しなくていいですみたいなねでもそこにお住まいになってる方はどんどん年齢重ねていってで、自分たちの身内もそこにじゃあ住むような生活環境にないからうんいらないいらないみたいになってねどうせだったら売ったらみたいな感じで売るにしてもそんなところ今度は高くて買える人がいないからだから売れ残っていって値段落としても売れないみたいなねうん。 というのがああいうところって景観を守るために家の増改築に対してものすごくねあの制限があるんですよねそういうのんで困りが利かないからっていうのもあってなんやかんやんですねあちなみにね「令和の虎」っていう番組が YouTube であったみたいなんで私たまたま見たんですよそしたらね「令和の虎」で唐揚げ屋さんがプレゼンしてるところがあってプレゼン中に唐揚げをこう作ってるそのガスコンロ家庭用のガスコンロがね なんかこう火を吹いてそこに消火器かけたら燃え広がって大火事になってで令和の虎が放送できなくなったそればかりかその大家さんにね3億円の賠償を求めめられてて今揉めていいるるみたいなことがあるんですよ、うん、でも果たしてね家庭用のキッチンで唐揚げ作っていてそれでねあの燃え広がったみたいなことが本当に起きるのかなっていうのとそれで3億円の賠償っていうのはちょっとふっかけすぎだろうみたいに思うんですけどね。 ありえるのかな3億円の豪邸なら、うん、なんか分からない話じゃないんですけども別にその建物が全焼しちゃったって話ではなくってねまあせいぜいその部屋1個が使えなくなったぐらいなのになんだろうなと思いましたよねちょっと詳しくは分かんないんですけどもそんなことをたまたま見てしまいました普段令和の虎なんて見ないんですけどもね何、うん、だろう何かの作戦ですかねいってらっしゃい